魅力を発信していきたい、うん、それで、うん、何のツールを使っていけば、うん、皆さん聞こえてますかね、ごめんなさい、僕もすごい音声に気にしていながら、はい、はい、どういうツールを使えばいいですね、どの媒体で行けば、はい、大阪の人にも見てもらえるのかな、うん、っていうのが課題で、そうですね、ずっとそれを探ってるんです、うん、はい、まず、はい、としてはすごくローカル駅にある、はい、まあ、駅近くなんだけれども、うん、そういうところのレンタルスペースってなかなかこう需要がないかもしれないなって思いつつも、でもこの建物のこう魅力を発信していきたい、うん、それで、うん、何のツールを使っていけば、うん、皆さん聞こえてますかね、ごめんなさい、僕もすごい音声に気にしていながら、はい、どういうツールを使えばいいんですね、どの媒体で行けば大阪の人にも見てもらえるのかなっていうのが課題で、はい、うん、ずっとそれを探ってるんです、うん、はい、まあ、どうしましょう、どっからやっていきます、ね、それぞれ答えできます、そうしましょう、赤木さんは赤木さんで自分自身で答えてもらうっていう、あ、なるほど、はい、で僕は僕で答えるし、はい、小田さんは小田さんで答えるけど、はい、順番どうします、あ、ジャイケンですか、ジャイケンしますか、はい、ジャイケンしましょうか、はい、はい、じゃあやりましょうか、はい、最初はグー、じゃんけんほい最初はグー、じゃんけんほい、はい、これでしょ、いや、僕ね、じゃんけん強いんですよ、すごいね、強すぎますえ、でもこれ最後の方が嫌じゃないよく考えたら、じゃあ行きます、はい、はい、まあ今ツールと言っても、はい、めちゃめちゃそういう素人で、うん、この、このレンタルハウスを始めても1年ぐらい経ってからやっとこういう真剣にね、はい、SNS とかに向き合ってたんですけど、うん、今やってるのが、うん、あ、一番好きだったのは、うん、インスタ、うん、you